名鉄丸乗りワンデーフリー切符。それは名鉄電車全線を1日フリーで乗車できるようになる切符です。大人3200円、子供1600円で購入できる上に、沿線施設を利用する際の特典ももらえる切符ですが、この他にもう一つフリーになる項目があります。それは10時から16時まで特別車に乗り放題になること。特別車とは主に特急列車に連結されている車両です。乗車券の他に特別車両券ニューチケットを購入しないとこの車両には乗車できません。しかしこの名鉄丸乗りワンデーフリー切符を持っていれば、特別車両券を持っていなくても空いてる席に座ることができます。ということで本動画では10時から16時までの間でこの特別車に乗れる全ての名鉄路線を全線完乗できるか検証します。2021年10月に投稿した名鉄1日全線完乗の旅では特別車に一切乗らなかったので、そのリベンジです。よろしくお願いします。なお本動画では字幕を用意しています。本動画をより楽しみたい方、ぜひ YouTube 画面上のギアマークから字幕を表示してご視聴ください。さて早速名鉄線に乗車して全力で特別車を堪能していこうと思うわけですが、そもそも10時から16時までの間で特別車を運行している路線はどこかわかりますか？2022年12月当時、全部で6路線あります。名古屋本線、常滑線、空港線、港和線、知多新線、そして犬山線ですね。これらの路線を特別車で乗り潰すのが本動画の目的になります。さあ、名鉄線特別車全力堪能の旅を始めていきましょう。スタートは愛知県豊橋市にある豊橋駅です。早速駅舎に入りますが、建物の中はショッピングモールのような雰囲気です。切符は購入済みなので、早速中に入りましょう。ちなみに豊橋駅は鉄オタ的にはとても面白い駅です。同一の駅構内に JR と名鉄の2社の路線が乗り入れているのですが、お互い相互直通運転はしていません。名鉄電車が発着するのは3番線のみ。エスカレーターでホームに降りましょう。1番線と2番線には JR の電車が止まっています。そしてホームを挟んで反対側には名鉄の電車が止まっています。なんとも不思議な光景。ちなみに今映っている電車には乗車しません。駅名表のデザインは JR 式ですが、名鉄と JR の両方のロゴがあり、隣の駅は稲駅となっています。反対側に回ってみると、裏は名鉄のロゴはなし。飯田線として隣の駅は船町駅となっています。さて、10時になりました。今回は10時になってから乗車しないとルールに反するので、10時になってから名鉄電車に乗車します。今日最初のトップバッターは、豊橋駅を10時2分に発車する快速特急新鵜沼行きです。さあ、特別車に乗車しましょう。豊橋駅からすでにかなりの乗客がいらっしゃいます。10時2分豊橋駅を定刻で発車です。さあ、豊橋駅からしばらくは JR 飯田線との共用区間を走行します。列車は豊川を横断。川の上で名鉄電車とすれ違いましたが、 JR の車両とすれ違うこともあります。そして豊川放水路を越えると進行方向右側で線路が分岐。分かれていったのは JR 飯田線です。ここからは名鉄電車のみ入線するエリアに入ります。列車のスピードが上がってきました。分岐器制限を超え、線内最高速度が 85km から 120km に引き上がり、ぐんぐん加速していきます。そして列車は最初の名鉄の駅稲駅を通過しました。さらに直線区間が続きます。進行方向右側で線路が1本合流してきました。名鉄豊川線です。そして高駅を通過。今乗車している快速特急は高駅には停車しません。さらに進むと舞木検査場が見えてきます。名鉄の車両基地の中でも総本山ともいえる車両基地であり、名鉄電車の全般検査や重要部検査は全てここで行われています。さて、ここで座席の紹介をさせていただきます。座席のモケットは青木調。肘掛けにあるレバーで背面を傾けることができます。一番傾けた時の角度はこれくらい。
あまり大きく傾けることはできません。テーブルは背面から下ろす形でついています。机の下には網ポケットあり、新幹線と同じタイプです。さて、列車は東岡崎駅に到着です。豊橋駅を発車して最初の停車駅、20分弱走り続けていました。停車時間わずかで東岡崎駅を発車。まだまだ乗り続けます。さて、東岡崎駅を発車した後の混雑状況はご覧の通り、そこそこ乗車しています。さあ、列車は知立駅に到着しました。当駅周辺では高架化工事が実施されています。当駅では三河線が分岐していますので、高架化の規模は非常に大きく、下層が名古屋本線、上層が三河線の2層構造になる予定です。さて、知立駅でも下車しません。三河線には特急列車が走っていませんからね。知立駅を出た後も進行方向右手には建設中の高架橋があります。しかし、国道155号線を越えてしばらくすると、この高架化予定区間は終わりとなります。本日も名鉄をご利用いただきまして誠にありがとうございます。名鉄 JR 東海近鉄名古屋市交通局からお客様にお願いいたします。小さなお子様をお連れのお客様は手をつないで電車への乗り降りをしていただき、足元には十分ご注意ください。季節柄お酒を飲む機会が多くなります。ホーム上や階段での歩行の際は足元には十分ご注意いただき、ホームでは黄色い線の内側をお通りください。また発車間際の駆け込み乗車は大変危険ですのでおやめください。事故防止にお客様のご理解とご協力をお願いいたします。さて、列車は鳴海駅を通過して天白川を横断中。線香が詰まっているせいか徐行運転を強いられています。しばらくすると進路が開通したのか、列車が最高速を始めました。それと同時に道路側4車線の大きな道路を横断します。鳴海駅から堀田駅の間では名古屋本線はほぼ地上を走行するのですが、交通量の大きな道路と多数平面交差しているため、高架化による踏切の除却が予定されています。列車は本星崎駅を通過。ここで先行の普通列車を追い越します。まもなく神宮前に到着します。大田川中部国際空港港和宇都宮方面の常滑線港和線はお乗り換えです。さあ、列車は神宮前駅に到着です。こちらの列車が遅れているため、中部国際空港からの特急列車と同時に到着する形となりました。神宮前駅に到着しましたが、乗り換えせずに名古屋本線の攻略を続けます。常滑線には特急列車が走行しているので、後で乗車します。ご乗車ありがとうございます。さて、神宮前駅からは進行方向左手で JR 東海道本線と並走します。ちなみに反対側には線路が3本並ぶ光景が見え、神宮前駅から金山駅まで複々線となっています。さあ、列車は金山駅に到着です。進行方向右側、高速の特急列車が眼前に出現。過密ダイヤの名鉄ならあるあるの光景でしょうか。もちろん金山駅では下車しません。神宮前駅で下車しなかったのだから当然ですね。金山駅を出たらさらに JR 中央本線と合流します。反対側には東海道本線が並走しているので、ここら辺は2つの JR 線に挟まる形となります。しばらくすると中央本線の線路を横断。 JR 線が進行方向左側に固まりました。
一番奥の線路は東海道新幹線、ちょうどよく N700 系と相対します。まもなく名古屋に到着します。福井、金沢、松本方面の高速バスと地下鉄線、近鉄線、JR、新幹線、青波線はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。お出口は右側です。名古屋を出ますと次は岩倉に止まります。さあ、列車は中京圏の大ターミナル名古屋駅に到着です。金山駅からの区間は列車運行密度がめちゃくちゃ高いため徐行を強いられましたが、無事に駅に到着しました。ちなみに名鉄側の名古屋駅の正式名称は名鉄名古屋駅です。神宮前駅、金山駅で乗り換えをしなかったので当然下車しません。次は犬山線の岩倉駅に停車します。さて、列車は地上に上がってきました。現在佐向駅を通過した直後ですが、線香が詰まっていて徐行運転を強いられています。この先の琵琶島分岐点まで過密ダイヤのため、少しでも列車が遅れるとこのような事態に陥ることが頻繁にあります。さあ、進行方向左側で JR 線と分かれました。しばらくして庄内川を横断します。庄内川横断後、すぐに進行方向左側で線路が分岐、名古屋本線から離れ名鉄犬山線に入線します。そしてまた左側で線路と合流、名鉄で有名なデルタ線の回送線部分、さらに停車中の名鉄一線系に遭遇しました。こちらの列車は名鉄高和線方面に直通する特急列車です。しばらくすると高架区間に入ります。名鉄線の高架橋のさらに上を東海交通事業城北線が横断していきます。城北線をアンダーパスすると、すぐに進行方向右側で線路が2本浮上してきます。地下鉄鶴舞線ですね。合流直後、上大台駅を通過、名鉄犬山線と地下鉄鶴舞線は当駅で相互直通運転をしています。まもなく岩倉に到着します。一宮小牧方面のバスはお乗り換えです。列車は岩倉駅に到着、名古屋駅を出て最初の停車駅です。特急停車駅だけあり利用者は多いです。列車は石仏駅を通過、それと同時に名神高速道路をアンダーパスします。石仏駅を通過したら次は布袋駅です。布袋駅周辺は高架化されています。この付近が高架化されている理由は、今横断した北尾張中央道と立体交差するためです。列車は布袋駅を通過、布袋駅を通過したら地上に降りてきます。江南駅に到着、一面二線の防線駅ですが、特急が停車する利用者の多い駅です。ご乗車ありがとうございます。次は柏盛に止まります。まもなく柏森に到着します。柏森を出ますと次は犬山に止まります。列車は柏森駅に到着です。当駅は2面3線構造の駅ですが、1番線のみ犬山側に線路がつながっていません。今列車が1本止まっていますが、この発着線は平日の夕方以降、地下鉄鶴舞線への直通列車の折り返しに使われています。乗り換えです。犬山を出ますと次は
犬山遊園に止まります。さあ列車は犬山駅に到着します。放送にもあった通り、犬山駅から小牧線と広見線が分岐しており、乗り換え可能です。ただいまその2路線が進行方向右側で合流しました。犬山駅は3面6線の駅です。名古屋駅からかなり遠いところにある駅なのですが、犬山線の駅の中で最も規模の多い駅となっています。そんな犬山駅ですが、ここでもやはり下車しません。広見線にも小牧線にも日中特急列車が運行されていないからです。ご乗車ありがとうございます。次は犬山遊園に止まります。さて犬山駅を出たらすぐに犬山遊園駅です。この駅は乗降人員が1500人ほどしかいませんが、すべての列車が停車します。その理由は歴史的な経緯もありますが、現在でも名古屋駅に直通する列車と鏡原線に直通する列車を乗り換える際に階段を使わずに乗り換えができるというメリットが当駅にはあるからです。本日も名鉄をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終点新宇都間に到着します。岐阜方面の各務原線、 JR 高山線はお乗り換えです。お忘れ物のないようお支度ください。さあ次は終点の新宇都間駅です。今木曽川を横断しているこの橋は犬山橋と呼ばれる橋で、昔は鉄道道路併用橋でした。時刻は11時24分、定刻より少し遅れて到着です。ということで無事新宇都間駅に到着。これで犬山線を全線環状しました。新宇都間駅で階段を上り下りします。普通なら犬山遊園で行う乗り換えをルールの都合で当駅で行います。さて1番ホームに上がってきました。まだ電車は来ていません。無事乗り換えできそうです。さあ電車がやってきました。11時26分に発車予定だった普通列車の名鉄岐阜行きです。1番線から電車が発車します。ご注意ください。新宇都間駅を発車。鏡原線には特急列車が運行されていませんが、別に鏡原線を利用してはいけないというルールはないので、この路線で効率よく攻略を進めていきたいと思います。さて早速時間が飛びまして、列車は三柿野駅に到着です。当駅より岐阜側は列車本数が倍の毎時4本運行となります。細畑駅発車後に国道156号線を横断、そして終点の名鉄岐阜駅に到着です。鏡原線のホームは盛り土ではなく地平に設置されています。到着時刻11時57分、遅れを幾分か回復させて到着しました。さあ鏡原線で名鉄線を横渡りしたら、ここ名鉄岐阜駅から特別車連結の特急列車に乗車します。まずは階段を上りましょう。名古屋本線ホームに到着しました。目的の列車はまだ2番線に停車中です。乗り換え時間が5分しかないので乗り換えができるか心配でしたが、無事乗り換えができました。乗車するのは名鉄岐阜駅を12時2分に発車する特急中部国際空港行きです。使用列車は中部国際空港開港に合わせて製造された2200系です。さて名古屋方面から普通列車が到着。この列車が到着したらすぐに発車します。乗り遅れないように乗車、乗る。名鉄岐阜駅を発車。名古屋本線の残りの未乗区間を乗り潰します。さあ早速乗車すると、反対方向の列車が機外停車をしています。名鉄岐阜駅への列車は出し入れが1本ずつしかできないので、このように駅構内の手前で待たされます。そして茶所駅を通過。茶所駅を通過したら茶所検車区の脇を通過します。ここと名鉄岐阜駅で電車の連結両数を柔軟に組み替え、需要に合った運用を行っています。
列車は笠松駅に到着。竹花線には特別車の運用はないので攻略する必要はありません。ホームには馬のイラストがあります。これはおそらく笠松競馬場が近くにある影響でしょう。笠松駅を発車。笠松駅を出るとすぐに木曽川を横断します。列車は新木曽川駅に到着。当駅では上下ともに普通列車と特急列車の緩急接続が行われます。ご乗車ありがとうございます。次は一宮に停まります。新木曽川駅を出てしばらくすると進行方向左側で線路が2本合流してきます。 JR 東海道本線です。ここから一宮駅までずっと JR 線と名鉄線が並走します。そしてその途中にある岩戸駅。 JR 線と名鉄線の間の狭い空間にホームがあるため幅が非常に狭いです。列車は名鉄一宮駅に勢いよく進入。一宮市の中心駅であるほか、当駅を始発終着とする急行列車も運転され、列車の本数が増えます。そんな名鉄一宮駅でも下車はしません。当駅より分岐する美西線には特急列車の運行はないからです。ご乗車ありがとうございます。列車はおよそ4分で鴻宮駅に到着です。新木曽川駅と同様、当駅でも特急列車と普通列車の緩急接続があります。鴻宮駅を出てもひたすら高速走行、優雅な旅が続きます。列車は大里駅を通過。通過後すぐに東海道新幹線をくぐります。大里駅を出ると新清洲駅周辺連続立体交差事業の事業区間に入ります。今通過した踏切が乗客が特に必要な踏切の一つ。そして次の踏切が事業区間内でメインのボトルネック踏切となっている名古屋環状2号線にかかる踏切です。名古屋本線側の線路を一般道と有料道の間に通すように高架化して道路側の円滑な交通を実現する予定です。列車は新清洲駅を通過。当駅はホームが非常に狭いのですが、高架化すればホーム幅も広くなるでしょう。新清洲駅を出るとしばらくして名鉄対馬線と合流。直後に須賀口駅を通過します。須賀口駅を通過したら電車がたくさん止まっている車庫が見えます。こちらは新川検車区です。列車は次に二つ入り駅を通過。新幹線駅でよく見る通過線のある2面4線の駅。そして進行方向左側から線路が合流してきます。先ほど攻略した名鉄犬山線です。これで名鉄名古屋本線を全線環状、残り未攻略区間はあと4路線となりました。さあ次の路線に向けて名古屋本線を南下します。東海道新幹線の回送線に新幹線が1本停車しているのが見えますね。再び地下区間に突入。まもなく名古屋に到着します。松本方面の高速バスと地下鉄線、近鉄線、JR、新幹線、青波線はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。お出口は右側です。名古屋を出ますと次は金山に停まります。列車は名古屋駅に到着。今日2回目の訪問です。名古屋駅では両側の扉が開きます。進行方向右側の扉が先に開いて下車、進行方向左側のドアも直後に開いて乗車します。そして右側の扉を先に閉じめ、次に左側の扉を閉じて乗降完了です。名鉄名古屋駅を発車。金山側ではすぐに地下区間を抜け地上に浮上します。さあ先ほども紹介した通り、名古屋駅から神宮前駅までは JR 線と並行して走行します。
進行方向右手では一緒に並走する中央本線の211系と、奥に東海道新幹線の N700 系も見えます。新幹線は圧倒的スピードで追い越していきますが、中央本線の211系はスピードが同じなので長い時間並走していきます。 JR 音羽橋駅付近で中央本線をオーバーパスし、進行方向左側に211系が見えるようになりました。そしてそのまま金山駅に到着します。分岐器を分岐側に通過。常滑線直通列車は基本的に3番線に発着します。ということで、金山駅の次は神宮前駅です。神宮前駅で名古屋本線から常滑線が分岐しますが、神宮前駅から常滑線に接続しているのは真ん中の2、3番線のみです。神宮前駅から常滑線の攻略を開始します。勾配を上り、名古屋本線の下り線と JR 東海道本線を横断。そのまま高架区間を走行します。東海道新幹線をアンダーパス、そして大江駅通過です。ここで普通列車を追い越し、留置線も設置されており、ミュースカイ2000系もここでお休み中です。さて、ここで特別車の利用状況を確認します。年末年始大型連休の初日ということもあるかと思いますが、空港に向かう大荷物を抱えた旅客で盛況しているのがわかります。これならもっと特別車を運行しても良さそう。そんなことを考えているうちに太田川駅に到着します。まもなく太田川に到着します。知多半田、興和、宇都宮方面の興和、知多新線はお乗り換えです。太田川を出ますと、次は尾張横須賀に止まります。太田川駅は興和線直通の上り列車が3階ホームに発着する2層構造の駅です。その興和線は進行方向左側に分岐します。さて、太田川駅から先は比較的平凡な景色が流れます。ただし空港連絡路線らしくスピードはかなり速いです。列車は西の口駅を通過。空港開港に合わせて2面4線化されました。ミュースカイ2000系が当駅でも待機しています。まもなく常滑に到着します。常滑を出ますと、次は終点中部国際空港です。列車は常滑駅に到着。当駅も空港開港に合わせて改良され、2面4線の高架駅となりました。これで常滑線を全線環状、残り特別車が運行されている路線で未乗の路線は残り3路線となりました。常滑駅を発車。ここからは空港線に入線します。常滑駅からは海を越えて空港島に進入します。ご覧の通り下は海です。進行方向右側で道路橋と並走します。本日も名鉄をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終点中部国際空港に到着します。お忘れ物の前にをお支度ください。中部国際空港駅に到着。3番線に入線します。これで常滑線に続き空港線も全線環状、残り2路線です。名鉄岐阜駅から乗ってきた列車もここが終点なので当然下車します。旅客のおそらくほぼ全員が改札に向かう中、自分だけは逆方向に歩きます。この時点でやっていることは気候そのもの、完全に変人。まあこれが私の旅だ。誰にも文句は言わせん。中部国際空港駅訪問記念に駅名表撮影、そして乗ってきた電車で折り返し戻っていきます。
中部国際空港駅を13時17分に発車する特急名鉄岐阜行きです。もう往路でノルマをクリアしているので、帰りは一般車に乗車します。車内を見回すと、利用者の数は往路に比べると少ないように感じます。ドアを閉めます。ご注意ください。発車時刻となりました。扉が閉まります。中部国際空港駅を発車、再び海を横断します。今度は南側の景色を撮影。こちらには道路橋が手前になく、綺麗な海を一望できます。ご乗車ありがとうございます。次は大田川に停まります。大田川駅に到着しました。ここで下車します。乗り換え時間に余裕があるので、乗ってきた列車のお見送りをします。名鉄岐阜駅からずっと乗っていました。ありがとうございました。さあ、エスカレーターを降ります。大田川駅のホーム下コンコースは大変広く、開放感があります。改札を抜けて外から大田川駅を観察しましょう。こちらは西出口の様子、ペデストリアンデッキから撮影していますが、広角カメラを使わないといけないほど駅舎が巨大です。駅舎に掲げられている駅名看板もめちゃくちゃ大きいです。駅下には松本清のほか、飲食店も数店舗入っています。次に北出口に来ました。出入り口が多いほど駅税圏が広くなり、より人が集まりやすくなります。そして最後に東出口に出てきました。駅前広場が一番広く、左右の視界が西出口より広いです。また東出口にはイベント広場があり、屋台が出店しています。ここでたこ焼きを売っているようです。お昼ご飯を食べていないので、ここでたこ焼きを買いましょう。ということで、こちらがそのたこ焼き。もうすぐ電車が来るので、特別車の車内で食べようと思います。フリー切符で改札を通過。目的の列車は1番線から発車します。階段を上りましょう。まもなく1番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。下半田方面の一部特別車の特急大和行きです。下半田、青山、下坂戸の雨季、大和口に止まります。特別車は1号車、2号車で座席が指定です。特別車には乗車券のほか、ニューチケットが必要です。ということで、目的の列車がやってきました。大田川駅を13時58分に発車する特急高和行きです。一線系で運転されます。その一線系といえば、やはりこちらの展望席でしょう。当然一番前の座席を予約済みです。大田川駅を発車。ご乗車ありがとうございます。次は阿久井に止まります。常滑線とお別れ。上り線がこちらと同じ高さになり、本格的な高和線の攻略開始です。さあ、早速たこ焼きを食べましょう。もう14時ですから、お腹が空きました。蓋を開けたらご覧の通り。早速いただきましょう。いやはや粉物に外れはない。美味しすぎる。列車は2023年度末に開業される鍵谷中野池駅付近を走行中です。当駅は西知多総合病院へのアクセス向上のために設置されます。列車は阿久井駅に到着です。ここで普通列車と緩急接続します。阿久井駅も華麗にパス。
阿久井駅を出た後も引き続きたこ焼きに舌包み。食べ終わりました。ごちそうさま。列車は知多半田駅に到着。高和線の途中駅としては最も利用者の多い駅です。知多半田駅からは列車の運行本数が減少しますが、住宅は途切れることなく見えます。住宅街を華麗に走行中。列車は富木駅に到着。当駅から知多新線が分岐しています。この電車は高和行きなので、先に高和駅に向かいます。知多新線は後で攻略します。列車は高和口駅に到着です。当駅は利用者数が3桁しかいませんが、特急列車も停車します。高和口駅を発車。最後の最後で単線になります。さあ、列車は高和駅に到着です。2面4線と発着線が多く、車両運用上も大変都合の良い駅となっています。線路の終端ギリギリまで進んで停車。列車から下車します。これで高和線を全線環状しました。残る攻略路線は知多新線のみです。お世話になった電車を撮影。特急列車の他に一般車が2本停車しています。絵になるので大変ありがたい。さて、高和駅でも気候をかまします。改札を出ずに折り返しの電車に乗車。高和駅を14時36分に発車する急行の新宇沼行きです。最新車両の9500系に乗車できました。高和駅を発車。わずか9分で折り返します。さて、間もなく富木駅に到着します。進行方向左側で線路が合流。富木駅で下車。お世話になった車両を撮影。お見送りをします。ありがとうございました。さて、少し時間があるので富木駅の様子を観察しようと思いますが、富木駅の駅舎は分岐駅としてはかなり小規模です。名古屋中心部に近い他の途中駅の方がよっぽどしっかりとした駅舎を構えているでしょう。さあ、最後の攻略路線知多新線を攻略します。富木駅を14時50分に発車する特急宇都宮行きです。使用車両はやはり展望席付きの線形。富木駅を発車。分岐機を右折します。ご乗車ありがとうございます。次は上の間に止まります。さて、知多新線は全線単線の路線です。戦後に開業した宅地観光開発のための路線ですが、需要が思ったより伸びなかったために2023年のダイヤ改正で日中の特急列車の運行が廃止されました。本動画は2022年に撮影したものなので、まだ特急列車の運行が残っています。列車は別荘池信号場を通過。ここで反対方向の列車と行き違い。一線する構造ですが、特急列車の方がわざわざ分岐側を通過します。そして列車は知多奥田駅に到着。知多新線の駅の中で最も利用者の多い駅です。知多奥田駅でも列車同士の行き違い。急行列車と行き違いします。さあ、終点の宇都宮駅に到着です。終点駅で2面4線の駅なのですが、利用者は1000人未満となっています。ともかく終点の宇都宮駅で下車。これで知多新線を全線環状し、10時から16時までの間で特別車が運行されている区間を全線環状しました。
お世話になった車両を撮影。奥に普通列車が待機しています。駅名表もバッチリ撮影。海の文字を冠する駅ですが、海は見えません。ビーチで有名な宇都宮ですが、沿線住民の反対により内陸に駅が設置されました。側壁のない開放感のあるコンコースです。しかし内装はかなり古く、手入れされていないのが伺えます。とりあえず改札を通過しましょう。ということで、名鉄特別車運行区間を全線環状する旅を無事完遂することができました。いかがだったでしょうか。現在時刻は15時17分ということで、無事目標である16時までに全線環状を達成することができました。名鉄線の特別車運行区間は6時間あれば乗り潰しが可能であることが、これで証明されたわけです。そして先ほども紹介した通り、2023年は知多新線から特急列車の運行がなくなったので、現在はもっと全線環状が楽になっているでしょう。ちなみに早朝深夜には、今回乗車した区間以外にも特別車が運用されています。その区間を考慮すると、今回のルールではおそらく1日全線環状は不可能になるかと思います。もちろんフリー切符のフリータイムが10時から16時だからというのもありますが、日中の運用区間を限ったことについてはその点が考慮されていること、ご了承いただければと思います。ということで長々と話しましたが、これにて本動画は終了です。最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、Twitter などで他の人に紹介したり、またチャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。